はい、どうも、山木です。お久しぶりになっちゃいましたね。ここのとこね、2週間で14人かな、お客さん来てくれて、ほんでなんかね、そっちの方の対応と、あとここのとこずっと、まあ YouTube 発信してるってのもあるし、興味あるってのもあるんだけど、ずっとあの Twitter とかね、であと YouTube でその情報を拾うってことをずっとやってたんで、一回ちょっとね、頭からスイッチっていうかコード外したいなと思って、んでまあお客さんも来てるしっていうことで、2週間ぐらい経ちますかね、前の配信からね。で Twitter とかも今日やっとこう久しぶりですね、一通り見てリツイートしたのが。ほんでまあね、来てくれるお客さんもね、本当に質が変わってきたっていうかね、まあこうやって YouTube 見て来てくれる方がほとんどだったんですけど、前はまだじゃらんとかそういうので、こう三次元的な感じで来てくれる方もちょろちょろいたんですけど、そういうところがね、ほんと減りましたね。減りました。で、この YouTube 見て来てくれてる感じの方が、今回は多かったですね。ほんで、まあ、業務連絡の方がね、RV が、いよいよ来そうな雰囲気なんですよ。雰囲気がね、どうも、RV 来そうだし、いろいろとね、あと、アメリカ、米の議会で、なんか3人の、その UFO 遭遇者ですよね。で、そういう人らを呼んでね、公聴会だか、その、聴聞会じゃないね、公聴会ですかね、あれね。その議員連中で話聞こうよ、ということが始まってったりね。で、いろんなとこがなんかこう、デクラスされてくっていうかね、いろんな情報とかがね。で、いよいよそういう情報のデクラスってのも始まってきてるな、っていう雰囲気で、で、イラクの方はもう、リナール予算が出て官報に乗って、で、まあ準備は整ってるわけですよ。もういつでも来いって感じでね。ほんで、ブリックスの方が、なんだっけ、1イコール1オンスイコール3000ドルかなんかで、今までアメリカにやられた、ほんと逆ですよね。アメリカは米ドルは3000だよ、という感じで、なんか、いろんなことがね、高まってきてる雰囲気ですね。だからそれ始まったらね、8月の一米さんと19日だっけかな、話すときに本当にNDA 秘密保持契約に入りそうでね。いや、なんか、始まってね、にやけながら、そこを話さないっていうのできんのかなと思ってね。何話しましょうかね。もう、インドのバカ話でもしましょうかね。何ですかね。アセンションの話しましょうかね。まあ、そんなとこでね、一米さんと何話そうとか思ってんですけど。まあ、新鮮な感じでね、そこはお話ししてみたいなと思ってました。で、あと、最近、YouTube で気になってんのが、まあ、マットフラット、ね、エンドゥさんのマットフラットを気になりながら、そのエンドゥさんが、あれ、ペテルブルクっていうとこかな？行って、エルミタージュ美術館とね、あと、エルミタージュ美術館もすごいなと思って見てたんですけど、それと並んで、世界一気持ち悪い博物館って言うんでね、なんさ、クンツカメラって言ったかな、昔に、もう数百年前、200年以上前なんですけど、人体実験、クローンの実験とかどうもやってたみたいなんですよ。で、そういういろんなその標本が取ってあったりして、それが展示してある美術館っていうか博物館ですね、あれはね。遠藤さん、エンドゥさん紹介してくれててね。で、そういうの見ると、いや、本当にあれ、19世紀の頭、1800年代の頭に核戦争で一回やってんじゃねえのと。科学技術ってのもだいぶあって、
ったような感じですよね。あのタルタリアとかのね、なんか不思議な乗り物の写真なんかもたまにちょこちょこ YouTube に載ってたりするんですけど、真贋がわかんないじゃないですか。でもああいう博物館が実在して一般公開されてるっていうことは、これ本当にあっただろうなと。押すと遺伝子操作ができたってことは、おそらく核戦争もできたんじゃないかと。んでホピなんかは今回は4番目の世界だって言ってるしね、まあ他では7番目の世界って言ってる人もいるし、まあとにかく複数回この世界って滅んでんでしょうねと。ね、聖書に出てくるノアの箱舟ってのも人心が乱れてこれじゃダメだよって一回水でザバッと流されちゃったわけでしょ。でノアだけいい子だからよし、じゃあお前だけ助けてやるみたいなね、そんなことが今までもあったんじゃないかなと。でなんかね、氷に包まれただったり火で焼かれただったり、そういう伝説で何回か滅んでる。で大洪水の歴史ってのはどうも世界中に共通してあるよと、そういうことがあったり、あとやっぱ世界的に共通してるのがあの巨人伝説ですよね。巨人の伝説ってのは本当に世界中に共通してありますね。そういうとことか見ていくとね、なんかね、巨人ってのもいやどこまでがっていうかね、本当に木だってあの何十キロっていう木、高さの木があったりするんですよ。あのテーブルマウンテンになっててね、でだいたいあの直径の20倍ぐらいがその木の高さらしいんです、普通の木っていうのがね。そうすると直径3キロあったらそれの20倍だから60キロの高さがあるわけですよ。でそんなね、もし木が生えてたら60キロだろうなと。そういうもんがあったり、まあもっとちっちゃいのもありますけどね。で人間もいろいろ聞く噂ですよ。噂ではノアは20メーターぐらいあったと。だけど20キロぐらいの背丈の人間もいたよと。でそれがバタンと倒れて山になってるよっていうね。あの山とか、あとなんつうのこう岩場の岩とかで、あのタイにあるナーガっていうこう本当にヘビが大蛇が化石になったんじゃないのっていう岩みたいなんだったり、本当に亀にしか見えないねっていう岩があったりね、あとその象にしか見えないよねっていう象みたいなのがあったり、これ人が倒れてる風景なんじゃないのって。山を上から見てみたらね、今ドローンとかで空撮とかもいっぱいできるじゃないですか。そうするとそういうのが世界中にあるんですよね。だからその岩石って、あと石を切ってその使ってるっていうね、石ってそもそも硬いもんじゃなかったのかもしんないなっていうね。あそこなんだっけ、あのマチュピチュの下の町クスコでしたっけ、あそこもあの十二角形の石とかピタッと組んであったりするじゃないですか。でああいうのもひょっとしたらこれ巨人の肉切って作ったんじゃないのみたいなね。でいろんなとこに残ってる古文書なんかでも、あの昔石柔らかかったっていう歴史書いてあるとこもあるんですよ。でねえ、どこまでの工具を使って作ったのかわかんないですけど、いろんなとこにあの岩をくり抜いたトルコカッパドキアあたりだったり、なんかいろんな世界中にその岩をくり抜いて作ったような洞窟の寺院だったり、そういう住まいで使ったのかなっていうもんだったり、地下都市みたいなもんだったりね、そういうのもあって、どうもその石とか岩岩石っていうものの捉え方ってこう今の捉え方違うんじゃないかなっていう気もすんごいしてきてるんです。ほんでね、あの遠藤さんの動画の中で、あの石のトカゲの動画があってね、でまあ詳しく話すより見てもらった方がいいですね。あれはね、石のトカゲがその今は
この地上ってのは冷たくて動けない状態だと。で、温めてやると動けるんだっていう話があってね。それも下に貼り、あ、じゃあそのクンツカメラの気持ち悪い。クンツカメラはね、あんまりおすすめしないです。あ、こんなもんもあんだなぐらいの感じでね。気持ち悪いの嫌な人は見ないでくださいね。トカゲの方は面白いです。岩のトカゲ、石のトカゲの話ね。そっちはね、そんなこともあり得るのかなっていう感じですよね。だこの地球がもっと熱かった、表面が熱かった時の話なんでしょうね。きっとそのミネラル、結局体ミネラルボディで動いて歩いてたっていうのはきっとね。だ多分この地球の設定のプログラムがまるっきり違ってたステージだったんじゃないかなって思ってます。で、多分こっからそれがまたステージが変わるんだと思います。だどう変わっていくのかわかんないですけど、今宇宙人のことすんごいデクラスしてるじゃないですか。で、ねえ、昔だったら宇宙人信じてるなんつったら、大体頭おかしいんじゃないのとか言われてたもんだけど、今大体の人も宇宙人っているかもしんないね、ぐらいだしね。アメリカ、米海軍なんかもね、公式に認めて、そういうわけわかんないの飛んでんだよ、っての。公式の文章で、公式の映像を出してたりね。だからデクラスが始まってるし、宇宙人ってのもぼちぼち現れてくんでしょうね、きっとね。現れてきて面白くなってほしいですね、俺はね。なんかこの間の都市伝説とかで関昭雄さんかな、縄文の土偶ですよね。ああいうもんにまたなってくんじゃねえのみたいなね。簡単に言っちゃうとね、もう過去と未来と全部つながってるよという感じで、でも、まあびっくりするような宇宙人ときっと付き合うようになるんでしょうね。で、人間の体もこっからはなんかね、半霊半物、俺が聞いた五次元っていうのは半霊半物質になるよと。で、あと今はそのまあ今も半霊半物質ですよね。この中身ってのは霊的世界じゃないですか。この肉を見たらね、これ三次元的な世界にいるけど、中身は三次元じゃないですよね。目に見えない世界ですよね。これがもうちょっとそういう霊体、幽体っていうんですかね、霊体っていうんですかね、霊体なのかな。まあ一旦幽体みたいなところを通って霊体に行くんですかね。四次元のところを通り抜けていくっていう噂がありますよね。だからだんだんみんながこれまで目に見えなかったもんが見え始まったりね。で最近目撃情報も多いじゃないですか。これみんなスマホ持ったからなのかな。なんか映像もフェイクか本当か全然わかんないような不思議な生き物映った映像、 YouTube もいっぱい映ってますよね。あれどうなんですかね。きっといるのかもしんないですね、ああいう不思議なもんがね。ただ今は CG とかで簡単にね、意外と簡単に作れちゃったりするみたいだから、なかなかね、どこまで本当なんだろうなって思いながら見てますけど、でもそういうもんもだんだん見え始まるんでしょうね。そういうのが見え始まってくるのと同時に宇宙人っていう姿もだんだん目の前に当たり前に見えてくんじゃないですかね。今は周波数が違うからね、なかなか見えないと思うけど、多分そういうのが当たり前に普通に見え始まるんじゃないかなと思ってます。で、バシャールとかもね、15年前ぐらいですかね、いずれ人間は AI を発見するよと、人工頭脳を発見するよと。で、エササニっていうバシャールの星もその人工衛星で、まあ日本で言えばっていうか地球で言えば衛星が飛んでっかどうかは分かんないですね。次元が上がったら実際飛ぶのかもしれないですね、宇宙空間に出れるようになったらね。だからスターリンクみたいなもんで、もうその AI 人工頭脳がある程度を管理してるよってことをバシャールも昔言ってました。
だから人間もいずれクォンタムリープってね、量子的飛躍が始まってった時に、始まりかけてった時に、その人工頭脳っていう AI ってものを発見するようになるよって言ってたんです。だ多分昔からあったんでしょうね、これね。で、AI に絡んだり外れたり、絡んだり外れたりしながら、なんとなく歴史ってこれ繰り返してんじゃねえかなみたいなね。最近はなんか歴史の捉え方がだいぶ前と変わってきましたね。正しい方向に行ってんのか、まるでインチキの方向に行ってんのかわかんないですよ。試してる状態です。どうなんだろうなっていうね。あの神話の世界とかもそうですよね。神話の世界ももうほんとシュメールの神話だったり、エジプトの神話だったり、日本の神話とかね、あとギリシャ神話とか、なんか似たような話多いじゃないですか、ストーリーがね。そういうもんとかもどっかでこれ捏造されてんのが、たまたま重なり合ってそういう風に伝わったのが、どうも何が本当で何が嘘なのか、本当も嘘も実はどこにもないのかもしんないなとか思ったりね。それともなんか AI のいいようにやられてんのかなと思ってみたりね。ただ AI とどうなんでしょうね、人間って潜在意識で勝負してった時って AI に負けますかね、どうですかね。あるいはもう潜在意識の中にくっついてるのかもしれないですね、 AI ってね。まだまだそういうところはね、謎が謎を呼んで検証が尽きないわけですよ、自分ではね。まあ今日はそんなとこの話ですかね。 RV はね、本当に来週がピークなんじゃないですかね。来週明日明後日あたり、明日明後日、8月の前半一桁台っていう話がだいぶありますね。あります。ひょっとすると早ければまあ明日31あたりにそういうニュースがちらっと聞こえてきたりするかもしれないし、まあでも非常に波高しですね。かなり現実味を帯びてきてる雰囲気がします。で、下にクンツカメラ、世界一気持ち悪い博物館クンツカメラのやつは本当、あの興味ある人だけ見てくださいね。本当気持ち悪いですよ、本当に気持ち悪い。あのクローンの実験やったんだろうなっていう、赤ん坊のホルマリン漬けとかね、そういうのいっぱい出てきますよ。で、もう一個のその石のトカゲの方はまあ面白い話なんで、そっちはおすすめします。まあ一応その動画は貼っといてみますね。まあそんなとこですかね。まあね、一部さんとも秘密保持契約中のお話になるんで、なんかネタを探しときましょうかねどうなんですかね。まあそういうとこの話でした。また興味があったらぜひ遊びに来てくださいね。じゃあまたね。